VK30112.8cm 自走砲は、第二次世界大戦中のナチスドイツで試作された自走砲である。シュタール・エミール、シュトゥーラー・エミールの愛称でも呼ばれる。VK301 自走砲は、12.8cm フラック40追空砲から発展した、ラインメタル 12.8cm K40L61 カノン砲を手法として搭載している。 高の左右旋回角度は7度で、行角10度から深く15度までの範囲で、発射角度を調節でき、蛍光弾薬数は18発だった。シャーシの設計については、以前ヘンシェル社が手掛けながら、開発中止となった、VK30.01 重戦車のものを、流用しているが、スペース確保のために車体が延長され、これに伴って天輪は、 片側7組だったものが8組へと変更されている。本来なら砲塔が装備されるはずだった部分には、代わりに大型のオープントップ式戦闘室が設けられ、エンジン前方の台座の上に手砲が設置された。2門のみ完成した v k 3 0 0時次奏は、それぞれ MAX と猛 o の相性が与えられ、東部戦線に投入された。しかし、1門は破壊され、 もう一門も1943年1月にスターリングラード攻防戦でソ連赤軍にほぼ無傷の状態で六角された。この時の自走砲の方針には22のキルマークが描かれていた。車両は現在クビンカ戦車博物館で見ることができる。ロシアのクビンカ博物館に展示される VK3012.8cm 自走砲1939年に 開発が開始された。この時点で必要とされた能力は、マジの線の突破であった。したがって、コンクリート要塞や保留でも破砕できる強力な攻撃力が求められた。手法は、ラインメタルボルジヒ製の12.8センチメートル降車砲、フラック40をベースに、新規開発したものを搭載する予定であった。マジの線攻略は早々とフランスを制圧したために、 必要がなくなった。よって、本法の存在意義も由来でいたが、対戦車自走法に転用されることが決まった。初期の故障は、ラインメタルの文書において12.8センチメートル、自走法、L61、兵器検査部では10ベトンノッカー、さらに兵器局第4部では 12.8CMK、40搭載装甲自走法と呼ばれ一定しない。またこの兵器局第部の文書では、 以後、走行自走法 V 型を用いるとの記述がある。車体は VK30.01 がベースとされた。ただし大サイズの方を搭載するため、車体後半の延長が必要となった。これに伴い天輪とサスペンションを一組追加して、片側8組とした。離体長が1.3メートル伸びたため、離体数もそれまでの片側75枚から85枚となった。 設置長の増加により、ZF 製の SSG88 をトランスミッションのギア比を変えて搭載した。またトーションバースプリングも強化されたものが用いられた。現存写真から改造の痕跡が見られないため、車体は VK30.01 を流用したものではなく、新規制作されたものと考える説がある。エンジンの搭載位置が変更され、車体後部から中央へ移動された。 手法はその前に台座を設けて搭載された。車体全部左側にフラットな上面から箱型に張り出した操縦手席が設けられた。右側には無線手席が設けられた。巨大な戦闘室は8枚の装甲板から形成されておりオープントップである。装甲前面は5 0ト、mm、ル側面は2 0ト、mm、ル後面は1 5ト、mm、ルだった。後部に ドアが設けられ乗員が出入りできた。左右壁面が弾薬庫とされた。さらに後部に近接戦闘用として、MP40 短期間銃と手榴弾が収められた。戦闘室内に、社長、砲手、総天主が登場した。手砲の12.8センチメートルカノ砲 K40 は61口径の長方針砲で、有効射程は3000メートルである。使用弾薬は、 創薬分離式である。弾頭重量は 26kg の榴弾、また 26.35kg の鉄鋼弾があり、初速はそれぞれ秒速880メートルであった。車載のため原型のフラック40とは異なり、砲側、新機開発、中退機と平行機を3本にまとめて、方針の上に配置した。砲尾は水平左線である。なお、本砲は、 アドルフ・ヒットラー戦車計画で検討されていた、t ャダイの超重自走砲への搭載も考慮、されていた。1942年5月12日、第521戦車駆逐大隊に2両の配備が、決定された。1942年7月には、東部戦線の南部戦区にて、実戦投入され、1942年12月、初旬、 スターリングラード戦区で戦っている。12月12日の時点では稼働が確認されており、その後戦闘で失われた。一両はソ連軍に捕獲された。ワールドオブタンクス、ドイツ駆逐戦車、シュトラー・エミールとして開発可能。ウォーサンダー、ドイツ陸軍の自走砲として登場。ありがとうございます。